シャッフルー。いきます。お互いの性格を他己紹介してみて。足が8本あるんですけど、まあ、色が赤で結構刺身とか食べると美味しいですね。アホなの？え？他己紹介。他己紹介ね。え、他己紹介ってそういうこと？え、そうじゃない。こういうとこですね、リクの性格の。おっちょこちょい。あと、そんなことない。キュア。そんなことないでしょ。そして、ハッピー。とにかく、これが一番好きなことです。まあ、そんなこと言ってるけど、俺は意外と変わらないんじゃないかなって思ってますね。お、確実になくて、確実なるところは、筋肉思考ですね。せっかくなのか、これは。そんな子です。そう、誰がそんな子。いけ。自分にとって最高の休日の過ごし方といえば、家から一歩を出ない、今自分の思った行動をできる一日、制限されない、うん、何にも、そう、目覚ましをかけずに起きて、二度寝して、三度寝して、食べたいもの食べて、うん、っていうのがめっちゃ好きかもしれない。俺と同じですね。体力を回復させ、そうね、心の体力と体の体力を。よし。はい、別の作品でまた共演するとしたらどんな役柄がいい？俺が一個思ったのは刑事ドラマ、めちゃくちゃ頑張り屋さんな新米デカ。新米？なるほど、対決ってことね。そう、俺はね、上司がしたい。上司？ちょっとだから先輩してみたいわ。萩原先輩お疲れ。早く行けよ。お酒が強いのはどっち？まあ、飲むものにもよるよね。リクは結構意外と最近だとさ、ビールを飲んでさ。そいつ先ビールだ。ずっとビールじゃん。リクが一番、うわいい感じになってるなと思ったのは、一緒に飲んでて、スタンドマイクで玉置浩二さんを歌うじゃん。あれ、いい感じだったね。酔っ払っといたね。うん。同じぐらいかもしれないです、もしかしたら。うん。一回でもちょっと、白黒はっきりさせたい。怖い。じゃあビールならいいよ、ビールなら。ビール会をしたいと思います。ビールきついな、ビールだけ。ビールがいいな。すごい誘惑に。連絡がマメなのはどっち？これ絶対俺ですね。これは優勢だね。でも俺が連絡マメなのって多分リクリンだけど。ほんと俺もうそもそも連絡が遅いのよ。もう遅い。連絡先持って全ての人に謝りたい。ごめんなさい。いいよ。ビビ以上、萩原陸でした。柳生生でした。バイバーイ。バイバーイ。